エジプト第一中間期は古代エジプト史における時代区分。通常第六王朝の崩壊から第十一王朝による再統一までの時代を指す。長期間にわたって安定した統治を続けていた皇王国の崩壊とその後の戦乱によって社会的、思想的、政治的に大きな変化をもたらした。メンフィスを中心としたエジプト皇王国の統一権力は 第5王朝末期以来地方州行の勢力が徐々に拡大したことにより、第6王朝のオッペピ2世の治世末期には地方に対する統制能力を喪失し、各地の州を統治した州行たちの自立傾向が高まった。メンフィスの政権はなお存続し、統一政権の王としての権威も一応は保たれたが、地方分離の潮流は変わらなかった。 当時のメンフィス政権の歴代王名やその知識についてはっきりわかっていることは極めて少ない。メンフィスに存続した第7、第8王朝についてわかっていることは極端に少ない。真似とは第7王朝について70人の王が70日間統治したという記録を残している。これは文学的習字であろうが第7王朝の統治能力の低さを端的に表す。 文章である。第8王朝の若干の王は小規模なピラミッドを残しており、彼らが公王国の伝統を引き継ごうとしていたことがわかる。若干の学者は、第6王朝以前の王朝と第7、第8王朝の連続性を重視し、この両王朝を皇王国に分類している。この二つの存在の不確かな王朝の崩壊とともに、 皇王国以来エジプトを統合してきたメンフィスの政権の命運は尽きた。上、エジプト第二0県のヘラクレオポリスの就航によって新たな政権が打ち立てられた。このヘラクレオポリスの政権を第九、第十王朝と呼んでいる。ヘラクレオポリス政権は当初はアスワンまでの前、上エジプトまで支配を及ぼしていた可能性があるが、 その後南方のテーベに成立した第十一王朝と一世紀前後に、渡ってエジプトの覇権をめぐって争った。最後は、第十一王朝のメンチュヘテプ二世によって滅ぼされた。第九、第十王朝の二つの王朝についての記録は乏しく、なぜマネトが二つの王朝に分類したのかも分かっていない。上、エジプト第四県のテーベでも、また、地元の宗教が力をつけ、 自立勢力を築いた。これが第11王朝とされる。真似とは第9から第11まで、あたかも連続的に王朝が成立したかのように裁判しているが、実際には第10王朝と第11王朝の存続期間は大部分重複していると考えられる。テーベに起こったこの政権はヘラクレオポリス皇統を周囲の対立する政権を徐々に圧倒し、 上エジプトの下半をその支配下に収めた。メンチュヘテプ二世が即位すると国境地帯で起きた反乱をきっかけに第10王朝に攻め入り長い戦いの末にこれを下してエジプトを再び統一した。このエジプトの統一をもって第1中間期の終了、エジプト中央王国の始まりとされる。第11王朝は メンチュヘテプ2世の没後20年余りで終わりを迎えたが、統一政権は第十二王朝に引き継がれた。数百年以上にわたって続いた、皇王国の安定が失われたこと、そしてその後に訪れた政治混乱はエジプトの社会を動揺させた。皇王国時代の王朝の交代等が主として政府内部の事件であったのと異なり、第六王朝末期以降の混乱は広範な人々を、 巻き込む戦いを引き起こした。こうした状況は、社会革命とも呼ばれており、エジプト人の社会、思想に重大な変化をもたらした。当時の雰囲気を伝える文書として、イプエルの訓戒と呼ばれる文学作品が知られている。旧秩序の崩壊と社会の混乱を指摘し、現状の変革などを主張する、この文書には、同一の導入力を反復する形式に沿って、 エジプトの混乱が描写されている。それによれば、門番や職人や洗濯屋が自らの仕事をせず略奪に出かけており、会場の支配権はクレタ人に奪われ、ゲーエジプトには蛮族が侵入してエジプト人となった。略奪者は至るところに現れ、ナイルが反乱しても土地を耕すものもなく、貴族たちは嘆き、貧乏人は喜びに満ちた。富も失われ、 死者をミイラとするための材料もなく、上エジプトは内戦のために租税を納めなくなった。老人も若者も死んでしまいたいと言い、幼児は産んでくれなければよかったのにといい自殺者が溢れた。呪文は民衆に知れ渡ったために効力を失い、王は民衆によって敗され、キプ人はイカダの上に住み貴族たちは強制労働に従事していたという。貧乏人による 略奪、貴族の没落、納税の停滞などを嘆く、この文書は古い有力者の立場を代弁したものであると考えられるが、当時のエジプトを襲っていた遠征的な雰囲気をまざまざと知ることができる。また解釈をめぐって議論のある文書ではあるが、生活に疲れた者の魂との対話と呼ばれる文書でも、善は至るところで退けられ、地を歩む悪は止まるところがない。 と語られている。第一中間期初頭の混乱は国家との結びつきの強い管理や信管にも強い衝撃を与えた。彼らは文字を操ることのできる知識階級でもあり、創造神によって定められた宇宙の秩序の体現者たる王に仕えて、マートの維持に貢献するならば、現世における成功が与えられるという理念を古くより持っていた。しかし、 第一中間期に入り、もはや旧来のような安定した地位の維持や放給、供物の確保が不可能となり、また彼らが信奉した倫理、道徳的価値観も失われていく中で、彼らの価値観も変容を迫られた。上述のイップエ L の訓戒においても、批判の矛先は従来絶対的存在として、扱われていた王やその上にいる神々にさえ向けられることもあった。一方で、 神々に対する崇拝はなお思想の根幹であり続け、神は正義の規定者であり続けた。神を正義とする前提のもと、秩序を維持する責任は人間にあるとして、神の定めた正義のもとに秩序を確立する最高責任者としての王の役割を強調されるようになっていった。それを反映して従来神の化身であるとされた王のための教訓を述べる文学も成立した。 第十王朝の王、メリカラーに対するメリカラー王への教訓がそれである。さらに王はマートを維持する義務を負うが、王によって統治される人々の側にもマートの実現を要求する権利があり、むしろ自ら進んで要求しなければならないという主張も成立した。不当に財産を奪われた農夫が雄弁を振るって、それを取り返す雄弁な農夫の物語はまさにこうした考えを、 前面に出した作品である。皇国時代において永遠の来世の観念はすでに成立していたが、そのための手続きは王によって保証された。王は進化の来世を保証するために進化の墓に対しても供物を供給していた。しかし、中央権力の瓦解とともに王による来世の保証は説得力を持たなくなった。かつて王によって独占されていた総裁儀礼は、 進化の間にも広がり、各人は独自に総裁儀礼を行って、来世を保障する努力を行った。王の衛生を保障するピラミッドテキストに類似した呪文が進化の墓にも記されるようになり、これはコフィンテキストと呼ばれている。こうした動きはやがて一般民衆にまで及んだ。この過程は総裁の民主化と呼ばれている。 そしてこの時代に広く普及するのが、オシリス信仰である。オシリス神の起源は分かっていない。伝統的な説として、アッシリアのアッシュール神と同一の起源を持つという、説や、オシリスを表すヒエログリフが座席と目によって、構成されるところから王権と関連づける説もある。古くよりオシリス神は登場し、第三王朝時代のレリーフにも表されているが、オシリスが、 本格的に信仰の対象として登場するのは、第五王朝末期以降である。第五王朝のウナス王のピラミッドテキストにはオシリスが他の神々と共に登場する。オシリス信仰の重要な中心地となったのが上、エジプト第8県にあるアビュドスである。この地では、古くよりケンティアメンティウ神と呼ばれる死者の神が祀られていたが、その後主神の座をオシリス神に譲り同一視されるように、 なった。人は死ねば誰もがオシリス神となり復活して来世を迎えるというオシリス信仰は王やその周辺の進化に限られていた復活と再生の権利を一挙に大衆化した。この思想は急速にエジプト全土に広まり第一中間期以降にはオシリス神に対する信仰はエジプトの宗教における最も重要な要素の一つとなった。 古くよりオシリス神は登場し、第3王朝時代のレリーフにも表されているが、オシリスが本格的に信仰の対象として登場するのは、第5王朝末期以降である。第11王朝によるエジプトの再統一を迎えると、人々はこぞってアビュドスへの巡礼を行い、再生と復活を祈願するようになった。このアビュドス巡礼は、その後長期にわたって存続していくことになる。 ヒエラコンポリス修行アンクティフィノレリーフメンチュヘテプ2世の神殿オーポアト。第一中間期はエジプトの分裂のために労働力や建材の確保が困難になったとみられ、高王国時代のピラミッドや太陽神殿のような大型建造物の出土例は少ない。まず高王国時代の代表的な建造物であるピラミッドの建造はおそらく第7。 第八王朝というメンフィスの政権によって建設が続けられていた。第八王朝のカカラー王が建設した小さなピラミッドがサッカラの南から発見されており、内部からピラミッドテキストも発見されている。また、ヘラクレオポリス政権に仕えたとみられる修行たちの墓が発見されている。ヒエラコンポリス修行であった貴族アンクティフィの墓は建造物の少ない この時代の遺構として特に貴重である。彼は我に並ぶものは過去にも未来にも出現しないと墓に記し、その前世を誇っている。第十一王朝の初期の王たちももちろん墓を造営しており、テーベのエルイコールタリーフにはアンテフ二世の墓がある。また彼はカルナックにテーベの主神アメンラーのための神殿を建造した。彼の建造物で現存するものは 仕上げの荒い八角中に刻まれたヒエログリフの名文のみであるが、この頃から確認され始めるアメンガミへの信仰は、テーベ政権によるエジプト制覇によって、エジプトの宗教に絶大な影響を与えていくことになる。やがて第十一王朝のメンチュヘテプ二世によるエジプト統一は、建築にも画期的な変化をもたらした。ルクソール近郊で発見されている。 メンチュヘテプ2世の総裁伝は、エジプトの分裂の時代が終わり、再び強大な国家となったことを、その巨大さによって伝えている。ペピ2世の死後社会が混乱した時期には、中東全域で長期に及ぶ、乾燥化が始まっており、エジプトでは、第一中間期を通して、食糧難が民衆と支配層を苦しめた。グリーンランドのやアンデス山脈のから、 採取されたコアの調査により、紀元前2200年頃に大量の火山灰が広範な地域に降り注いだことが分かっている。これにより、ヨーロッパでは寒冷化、中東では乾燥化がもたらされた。同じ時期にエルニーニョ現象が発生し、アフリカからインド洋に吹いていた季節風が非常に弱まり、エチオピア高原に干ばつをもたらした。ナイル川の水量は減少し、 川の氾濫も勢いを弱めると深刻な危機が起き、長年にわたる社会の荒廃を助長することになった。ありがとうございます。